ウォーキングデッドは2010年から放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマである。略称は台湾ドル。ウォーキングデッドはゾンビによる世界の終末を迎えた後の物語であり、荒廃したアメリカ合衆国で安住の地を求め、ゾンビから逃れつつ、旅をする少人数のグループを描く。ゾンビは様々な名で呼ばれるが、主人公たちの集団はウォーカーと呼ぶ。 ウォーカーとはあらゆる生き物をむさぼりく動く死人で人間は脳が無事なまま死亡するとほぼ確実にウォーカーになってしまう。またウォーカーに噛まれた人間は間もなく高熱を発して死にやはりウォーカーに転化する。ウォーカーを倒すには脳を破壊するしかない。グループはゾンビが大発生する前はジョージワ州の小さな町の保安官代理をしていたリック・グライムスが 率いる。グループは、社会が崩壊した世界で、ウォーカーの恐怖、グループ内の力関係の変化、そして自らの生存だけを考える数少ない、生き残りの人間たちに直面する。シーズン1は主に、アトランタ都市圏を舞台とするが、シーズン2からシーズン4は、ウォーカーから逃れて、ジョージア州北部地方に舞台を移す。シーズン5、中盤から、 バージニア州へと舞台が変わる。太し文字の人物名は、初登場のキャラクター。シーズン1で撮影された、ジョージアの街並み。シーズン1のラストで爆破された、アトランタにある、アメリカ疾病予防管理センター。ジョージア州の保安官代理のリック・グライムスが、勤務中の怪我による、昏睡状態から目を覚ますと、文明は崩壊し、行けるかばね。 ウォーカーが歩き回っていた。リックの自宅には、家族はおらず、見知らぬ黒人親子モーガンとデュエインに出会う。彼らから、ウォーカーのことや、自分の昏睡中の出来事を教えてもらい、家族が避難していると思われるアトランタを目指して、出発する。アトランタで、ウォーカーに囲まれたリックは、物資調達と生存者の捜索に来ていたグレンによって、助け出された後、 そのグループに加わり、アンドレアや、ティードッグらと協力する。しかしメルルは暴走して手がつけられなくなり、リックが手錠をかけて屋上に拘束する。リックたちは、ウォーカーの腑肉と内臓を体に擦りつけて、群れの中を突っ切り、脱出に成功する。しかし、メルルにかけた手錠の鍵を、ティードッグが落としてしまい、彼を一陣屋上に取り残してしまう。都市の外では、 リックの妻のローリと息子のカールが、リックの元同僚で親友でもあるシェーン・ウォルシュや、他の生存者たちと、デールのキャンピングカーをベースに生活を共にしていた。キャンプ地で家族に再会したリックは、シェーンと共に、グループのリーダー的位置につく。リックたちは、メルルと武器を回収するために再びアトランタへ戻るが、屋上には、右手首だけが残されていた。その後、 他の生存者グループと遭遇し、グレンが連れ去られてしまう。グレンを奪還するもグループが街の老人たちを保護していることを知り、リックは武器の半分を分け与える。リックらが戻る直前に、ウォーカーがキャンプを襲撃しキャロルの夫とアンドレアの妹が死亡。キャンプが安全でないと知った一行は、治療薬の開発の噂を信じて CDC に向かい。 研究員唯一の生き残りであるジェンナーに出会う。ウォーカーの情報を得るが、CDC は燃料切れにより機密保持のための自爆装置が作動してしまう。一行は脱出するが、ジェンナーは死を選び、リックに最後の情報を密かに教えて、施設と共に消滅する。CDC から脱出し、安全とされる、フォートベニング基地へ向かう途中、一行はウォーカーに襲われ、 キャロルの娘のソフィアとはぐれてしまう。数日後、カールは、オーティスに謝って撃たれる。リックたちとオーティスは、瀕死のカールを農場へ運び込み、オーナーの獣医師ハーシェルに治療してもらう。残りのメンバーも、ハーシェルの長女、マギーの案内で農場へやってくる。カールの手術のため、必要な薬と医療器具をシェーンとオーティスが調達しに向かう。 二人はウォーカーに襲われ、足を痛めたシェーンは、逃げ切るために、オーティスの足を打って犠牲にして帰還し、口を閉ざす。カールの手術が成功した後も、一行はソフィアを探すために農場に泊まる。そして、ローリの妊娠が発覚。変化した世界で生き抜いていく過酷さ、生まれた途端に、死の危険にさらされ、良い思い出を持つことすら困難になった状況に、親として、 苦渋の選択をとって、中絶を試みるが、思いとどまる。マギーと恋愛関係になり始めたグレンが、農場の一角の納屋に遊兵された、多数のウォーカーを見つける。排除を主張する一行に対し、ハーシェルは転化した妻や知人が、いずれ治療できる、可能性を主張し、一向に、農場から出ていくよう迫る。しかし、暴走したシェーンが、 ナヤのウォーカーを解き放ち、リックたちは、やむを得ずすべて撃ち殺す。ナヤの中からは点火したソフィアが、最後に姿を現し、リックがとどめを刺す。元家族のウォーカーは土葬され、その他は焼却される。リックらは、行方をくらましたハーシェルを探しに行って、他の生存者と遭遇し、一人の少年を捕まえる。一方農場では、ハーシェルの娘ベスが、 点火した母親に襲われたショックで自殺を図る。街で捕らえた少年の処遇などをめぐって、メンバーの意見が分かれ、レールは一人処刑に反対する。レールは、リックたちに失望して家から出たところをウォーカーに、襲われて、ダリルに解釈された。ローリを諦められないシェーンはリックを疎ましく思い、殺害を図るが、リックの起点で帰り討ちにされる。 死亡直後、ウォーカーに転化して、リックを襲うも、二人を追ってきたカールにとどめを刺される。その夜、ウォーカーの大群が農場を襲う。一行とハーシェルの家族は辛くも、農場を捨てて逃げ出す。はぐれた、アンドレアの前に、両腕とワゴを切り落とされた、ウォーカー二体を首かせで引き連れた、謎の女性犬種ミションが現れる。シェーンや少年が噛まれてないのに死後に転加したことに、 ついて、リックは CDC のジェンナー博士から聞いた、すでにすべての人が感染している、という言葉を告白する。第3シーズンのウッドベリーの舞台として使用された、ジョージア州セノアのダウンタウン。農場を脱出してから数ヶ月後、一行は刑務所に住み着く。ハーシェルがウォーカーに足を噛まれるが、リックが足を切断し、転嫁を防ぐ。しばらくは、 平穏が続くが、逃げていた囚人が、ウォーカーの大群を招き入れ、噛まれた、ティードッグがキャロルを救うために犠牲になる。マギーが、ローリの帝王切開を行いたいじを取り上げるが、昏睡状態となったローリはカールに頭を打ち抜かれる。生まれた娘は、カールによってジュディスと名付けられる。妻を失ったリックはショックから幻覚を見始める。 タイリースの一行はこの姿を見て立ち去り、ウッドベリーに行く。アンドレアとミショーンはメルルらに連行されて、平和的なウッドベリーの総督に出会う。アンドレアはガバナーと関係を持つが、ミショーンは不信感から刑務所に戻る。追手のメルルはミショーンを殺したと嘘をつき、代わりにグレンとマーギーを捕らえて連れ帰る。リックたちはウッドベリーに潜入し、グレンとマーギーを救出する。 ミショーンは、転化したガバナーの娘を処理し、ガバナーの片目を潰す。ガバナーは、メルルの嘘に怒り、ダリルとメルルを殺し合わせようとする。二人は、リックたちに助け出されるが、メルルがグレンとマギーに拒否され、二人は、刑務所を立ち去る。ガバナーたちは報復のため刑務所を襲撃する。アンドレアは、襲撃を知り、刑務所に行って、 リックたちを説得しようとするが失敗する。ウッドベリーとの全面戦争に備え、リックたちは武器を調達するため元の町に戻り、息子を亡くし錯乱したモーガンに再会し、武器を分けてもらう。停戦会談の場で、ガバナーはミショーンの引き渡しを要求する。ミルトンはガバナーが取引後に、リックたちを皆殺しにするつもりであることを知り、 兵器として捕らえていた、ウォーカーたちを密かに焼き払う。メルルは、ミショーンを引き渡そうとするが本意し、一人でガバナーを、仕留めようとして殺される。後を追ってきたダリールは、転化した兄を始末する。ガバナーは、裏切り者のミルトンに重傷を負わせてアンドレアと一緒に、閉じ込め、刑務所を襲うが、反撃され、総崩れになる。避難に逆上したガバナーは住民を虐殺し、 残った、側近二人と共に車で逃げ去る。ミルトンに噛まれたアンドレアは自ら頭を打ち抜く。リックたちは襲撃に参加しなかったタイリースラウッドベリーの住民たちを刑務所に受け入れる。ガバナーの襲撃から数ヶ月後、刑務所で人々は平穏に暮らす。薬病により死亡した住民が転化して他の住人を襲い始める。発症した。 タイリースのガールフレンドのカレンラをキャロルが焼き殺したため、リックに追放される。グレニア、サシャも発症するが、ダリルたちが調達した薬で回復する。一方、ガバナーはマルチネスがリーダーとなっているキャンプに拾われる、幹部を暗殺し、得意の弁舌でリーダーとなる。 住民を騙して戦闘員に仕立て上げ、ミショーンとハーシェルを人質にして、刑務所の引き渡しを要求し、ハーシェルの首を切り落とす。刑務所は破壊されて住民はバラバラに脱出する。リックは血だらけのベビーキャリーを発見して泣き叫びながら、カールと脱出する。ガバナーは重傷を負い、リリーにとどめを刺される。ミショーンは、リックとカールに再会する。 ミショーンはカールに自分の息子、アンドレのことを打ち明ける。三人は終着駅の看板を発見して目指す。一方、ジュディスを抱え、リジーとミカを引き連れたタイリースはキャロルと再会し、四人は終着駅をメルビが森の奥の小屋を見つけて落ち着く。リジーはウォーカーと鬼ごっこをし、餌付けをし、ミカを殺して天下を待つ異常な行動を見せる。 キャロルはリジーを撃ち殺す。子供たちを埋葬した夜、キャロルはカレンを殺したことを告白する。タイリースはキャロルを許し、二人で終着駅へと向かう。マギー、サシャ、ボブはグレンを探し、終着駅の看板を発見して向かう。グレンとタラは、エイブラハム、ユージーン、ロジータの三人に遭遇し、大型トラックに乗せられる。 ウォーカーの集団がトラックを取り囲み、友人員が銃を乱射して、トラックが走行不能になる。グレンはトンネルの入り口の壁にマギーのメッセージを見つけ、彼らは終着駅を目指す。ダリルとベスは、ウォーカーの集団に襲われ、ベスは連れ去られる。途方に暮れるダリルを上率いる無法者集団が仲間に加える。リック、カール、ミショーンは、 ジョーのグループに捕まるが、リックが、ジョーの首を食いちぎって逆転し、皆殺しにする。ダリルを加えた4人は、執着駅を見つけ、武器を一部戸に埋めて隠した後に侵入する。ギャレスという男に案内されるが、氷変した住民たちに発砲されて閉じ込められ、タイリースとキャロル以外のメンバーと再会する。執着駅で囚われた。 リックたちはギャレスによって食用にされそうになるが、キャロルの襲撃で脱出する。一行は、怪しい神父、ゲイブリエルの教会に来る。キャロルとダリルはベスをさらった車を発見し追う。外で、ボブが襲われて気絶し、ギャレスたちに足を食べられるが、ボブはすでにウォーカーに噛まれて死が迫っている。ギャレスたちは教会を襲うが裏をかかれ始末される。その頃ベスは、 病院で目覚め、リーダーの警官ドーンとイシスティーブンに会う。家に帰りたがる少年ノアとベスは脱走を図るが、ベスは捕まる。ノアはダリルとキャロルに出会って、ベスのことを話すが、キャロルが病院の車にはねられ連れて行かれる。ダリルとノアはリックたちの元に戻り、警官を捕獲して人質交換を図る。病院で人質交換が行われるが、 ノアを要求するドーンをベスがハサミで刺し、ドーンに頭を打ち抜かれ、ダリルがドーンを射殺する。両グループは衝突を避けて尻く。ノアの街でタイリースが子供のウォーカーに噛まれ死ぬ。次にユージーンの目的地ワシントン DC を目指す。一行の前にアーロンが現れてバージニア州のアレクサンドリア共同体への参加を誘う。一行は壁に囲まれた。 共同体のリーダー、ディアナと面会して、審査をパスし、武器を預ける。リックは、溶け込むふりをしながら預けた武器を盗み出す。ダリエルは、アーロンと共に探索に出かける。街の警察官となったリックは、下界のピートが妻のジェシーに対して、DV を行っていることを知り、ピートを殴る。ディアナは貴重な下界を失いたくないため、放置していたことがわかる。 ゲイブリエルはディアナに、リックが善人ではないと告げ口をする。武装せず外に出て行き、ウォーカーに食べられようとするが、恐怖が勝って、ウォーカーを倒す。上の空で、アレクサンドリアに戻るが、門を閉め忘れる。一方、モーガンが、エイブラハムの残した地図を頼りに、ワシントン近郊までやってきている。ダリルとアーロンは、外で探索中、罠にかかって、 ウォーカーに囲まれるが、モーガンに救われる。ディアナは、リックの暴力事件を話し合う集会を開く。閉め忘れた門から、複数のウォーカーが侵入し、リックが一人で戦う。ディアナがリックを批判する中、リックがウォーカーを担いで現れる。ピートが、ディアナのオットレジを切り殺し、ディアナの命令で、リックがピートを射殺する。そこへ、ダリルラとモーガンが現れる。 リックたちは、アレクサンドリア近くの採石場跡地で、多数のウォーカーがせき止められているが、限界が近いことを知る。ウォーカーを遠くへ誘導しようとするが、街は、強盗集団の襲撃に合いづらくも撃退する。誘導役のダリルは、トワイトのグループに襲われ、バイクなどを奪われ逃げられる。 サシャやエイブラハムと合流して戻る途中にニーガンの部下だという一団に襲われるも、ロケット弾で一掃する。グレンは放浪していたイーニッドを連れて、街に戻るが、ウォーカーたちに囲まれている。リックラは仲間の帰りを待ち続ける。老朽化した壁の外の家が崩れ壁を倒壊させて、ウォーカーたちが侵入し、住民たちは屋内に閉じ込められる。ディアナは噛まれ、 リックに街を委ねる。ジェシーと息子も噛まれ、流れ玉がカールの右目を失明させる。住民は劣勢となるが、ダリルたちが駆けつけウォーカーを全滅させる。フラッシュバックで、モーガンが元犯罪者構成官と同居し、暴術と犯罪者の構成を学んだことが描かれる。2ヶ月後、アレクサンドリアは食料不足に陥る。 調達に出かけたリックとダリルは、ジーザスという男と出会い、自分の街との取引を持ちかけられる。ヒルトップは自給自足するが、武器がなく、救世主グループに、工場的にねだられている。リックは、食料、医薬品と交換に戦うと持ちかける。モーガンは殺人を嫌い、アレクサンドリアに泊まるが、ゲイブリエルは、積極的に武器を取る。 救世主への野襲が成功仕掛けるが、見張り役のマギーとキャロルは捕らえられ、人質が交換される。街に平穏が訪れる。マギーは妊娠し、エイブラハムは、ロジータからサシャに心変わりし、リックは、ミショーンと親しくなり、キャロルも、トビンと心を交わす。友人は、弾丸製造を提案する。デニースは調達の帰りに、トワイトラの襲撃で殺される。 殺し合いに絶望したキャロルは街を出る。キャロルを救うため、モーガンは誓いに反して、殺人を犯してしまう。一方、ダリルとミッショーンとロジータは、トワイトたちを追って逆に捕らえられる。リック、カール、エイブラハム、ユージーンは、高熱で倒れたマギーを、ヒルトップの医者に連れて行こうとするも、やはり、救世主に捕らえられる。救世主のリーダー、ニーガンが現れ、 リックたちからも収穫の半分を取り上げると宣言し逆らった罰としてリック一行の一人をバットで殴り殺す。ニーガンはエイブラハムを仲間の目の前で殴り殺す。ダリルが殴りかかるとグレンも殺す。ニーガンはリックを屈服させダリルを連れ去る。救世主はアレクサンドリアから医薬品と武器を没収する。無力感に囚われたリックは リーダーの地位から降りる。ロジータは銃を拾い、友人に実弾作りを依頼する。キャロルとモーガンは、動物園の飼育係であった、エゼキエルの治める、牧歌的な、王国に着く。だが、王国も、密かに、救世主に功能する。戦いにあぐんだキャロルは一人で陰性する。サシャ、マギー、カール、イーニッドが、ヒルトップに来る。 指導者のグレゴリーは、アレクサンドリアとの結託の露見を恐れるが、マギーとサシャが、ウォーカーの襲撃から街を守るのを見て、滞在を許す。マギーは、住民の尊敬を勝ち取る。ジーザスとカールは、救世主の基地、サンクチュアリーに忍び込むが、カールは捕らえられる。タラは岸に打ち上げられ、武器は豊富だが女と、子供だけの共同体、オーシャンサイドンに助けられる。 秘密を守る約束をして去る。ダリルは屈服せず、ジーザスと何者かの助けで脱走する。アレクサンドリアに来た、ニーガンを、ロジータが撃つが外れる。罰としてオリビアが殺され、ユージーンが連れ去られる。ユージーンは、科学知識を活かして、救世主たちに溶け込む。ドワイトは、元妻シェリーが、ダリルの脱走を助けたと知って、エメット・カーソン医師に罪を着せ。 ニーガンが殺す。ロジータとサシャはサンクチュアリーに来て、友人ーーに脱走を促すが拒否され、サシャは捕らえられる。ロジータはドワイトから、ニーガンを殺すつもりだと聞く。リックは救世主と戦うと決めて、同盟を求めるが、ヒルトップと王国は躊躇する。リックらは、廃品処理場で、ジェイディスをリーダーとする、清掃人集団に囲まれ、 銃を渡す約束と引き換えに同盟を結ぶ。モーガンは仲間たちが、ニーガンに殺されたことをキャロルに教え、キャロルも戦いを決意する。タラは、約束を破り、仲間たちを、オーシャンサイドに連れて行き、説得して、武器を手に入れる。救世主はサシャを棺に入れて、アレクサンドリアに来る。友人の毒を飲み転化していたサシャは、ニーガンを襲う。清掃人は、 リックラを裏切る。銃撃戦の中、王国とヒルトップの援軍が現れ、救世主と清掃任は撤退する。ドワイトの内部情報に基づいて、アレクサンドリア、ヒルトップ、王国は、サンクチュアリーと全面戦争を始める。ダリエルは、ウォーカーたちをサンクチュアリーにおびき寄せ、ゲイブリエルは、救世主に寝返ったグレゴリーを助けようして取り残され、ニーガンと共に脱出するが、 感染症になる。ヒルトップ軍は、別の基地を襲撃し捕虜を、ヒルトップに連れ帰り、グレゴリーと共に檻りに入れる。別の基地を攻撃した、王国軍はほぼ全滅し、エゼキエルは失意に沈む。ダリールとリックは、救世主の爆弾と重火器を手に入れるが、二人が、争って、爆発を招き失われる。リックは労働者の巻き添えを躊躇して、戦いは膠着する。 カールはセディクを仲間にし、道中噛まれるが隠す。リックはジェイディス・タッチを説得して、再び同盟を結び、途中で上空を飛ぶヘリコプターを目撃する。ダリール、タラ、モーガンはサンクチュアリーへ車を突っ込みウォーカーを招き入れるが、友人の工夫で救世主は脱出する。救世主はアレクサンドリア、ヒルトップ、王国を襲撃する。リックは逃げた。 アレキサンドリアの仲間たちに再会し、カールが噛まれたことを知る。カールは手紙を残し自ら命を絶つ。連合軍はヒルトップで合流する。サイモンはニーガンの命令に背いて、ジェーディス以外の清掃人全員を殺す。その後、救世主はヒルトップに向かうが途中で、ニーガンはリックに襲われ1対1の対決をする。 ミリーガンは死んだと思ったサイモンはヒルトップを攻撃するも撃退される。ジョージーという女性がヒルトップを訪れて本と物資を手渡す。ミリーガンは一旦ジェイディスに捕らわれた後サンクチュアリーに戻る。ロジータとダリルは友人を奪回するが逃げられ、友人は弾薬製造に精を出す。ミリーガンはドワイトに偽の攻撃情報を与える。 ニーガンはクーデターを計画したサイモンらのグループを皆殺しにする。リックはニーガンとの和解を求めるガールの手紙を読み無線でニーガンに連絡するが拒否される。リックたちは偽の攻撃情報に騙されて罠にかかる。救世主たちは一斉に発砲するがユー,ジーンの仕込んだ血管弾薬が暴発する。アーロンに説得されたオーシャンサイドの住民は 救世主に火炎瓶を投げる。残った救世主は降伏する。リックはニーガンを捕まえ、カールの望みを話した後、喉をガラスで切りつける。リックは救世主の捕虜たちに平和を語りかける。ニーガンはベッドの上で首に包帯を巻かれ治療され、一生牢屋で過ごすことを告げられる。マギー、ダリル、ジーザスは救世主の処遇に満足せず、 復讐の機会を待つ。シーズン8の約2年後、橋や道路は痛み弾薬とガソリンは不足し、人々は馬と弓矢に頼る。アレクサンドリアではリックがミショーンと暮らし、ニーガンを遊兵しながら救世主との和解を図る。ダリルはサンクチュアリーの指導者の地位をキャロルに譲る。ヒルトップではグレゴリーがフワを煽ってマギーを襲わせ処刑される。 各グループは共同して橋を修理するためキャンプに集まる。マギーとダリルはニーガンを殺す計画を立てる。ダリルがリックと争った音で、ウォーカーの大群がキャンプに向かう。マギーは惨めに死をこうニーガンを見て殺すことをやめる。リックはウォーカーを道連れに橋を爆破し、死んだものと思われる。だが、アンが生きているリックを見つけ、ヘリコプターに乗る集団と共に旅立つ。 ミショーンは、かつての友人だったジョスリンに、ジュディスを連れ去られ、取り戻す際に、ジョスリンやその配下の子供たちを殺してしまったことから、心の傷を負い、以来孤立主義を取る。6年が経過し、王国では、キャロルとエゼキエルがヘンリーを育て、カジ屋にするためにヒルトップに送り出す。エゼキエルは、集団間の検証を制定する準備をする。 ハイウェイマンと呼ばれる集団と取引をして、通行の安全を図る。アレクサンドリアでは、ミショーンは、警備責任者となり、リックとのことジュディスを育てる。成長したジュディスが、マグナユミコ、ルーク、トニー、ケリーのグループを救うが、審査会に受け入れを拒否され、ミショーンは、グループを、ヒルトップに連れていく。ニーガンは、ローから脱走し、 親しくなっていたジュディスに見逃された後、自らアレクサンドリアに戻る。ささやく者の危険が迫り、孤立主義を取るミショーンは、王国への救援に反対するが、拒否権は行使しない。ヒルトップではマギーが去っており、指導者となっていたジーザスは、死者の顔の皮を被りウォーカーを導く、ささやく者に殺される。森で一人で暮らしていたダリルは、ヒルトップに協力し、 囁く者の一員のリディアを捕らえて連れ帰り尋問し、リーダーで母親のアルファに虐待されていたことを知る。アルデンとルークは囁く者たちに捕らえられ、リディアと人質交換される。リディアを追ったヘンリーは囁く者のベータに捕らえられるが、リディアと共にダリルとコニーに救い出される。ミショーンは孤立主義を捨て王国に来る。ヒルトップ、アレクサンドリア。 オーシャンサイド、王国の代表は会議で検証に署名し共同体を設立する。ダリル、キャロル、ミショーン、ユミコラは、ヒルトップ防衛に向かう。ダリルらは、囁く者に捕まり、ウォーカーの大軍を見せつけられて脅される。解放された帰り道、ダリルたちは、唯一の生き残りのセディクに会い、食上に晒し者にされた、ハイウェイマンのオジーとアレック、DJ。 フランキー、タミー、アディ、ロドニー、イーニッド、タラ、そして、ヘンリーの頭を目撃する。数ヶ月が経ち、それぞれの街を、冬の嵐が襲う。王国は崩壊し、エゼキエルら住民は、ヒルトップに移る。ヘンリーの死で衝撃を受けたキャロルは、エゼキエルと別れ、ダリルや、リディアたちと共に、アレクサンドリアに移る。ジュディスが犬を探しに出て、 低体温症になり、ニーガンに助けられる。見知らぬ女性が無線で、友人員に呼びかける。数ヶ月が経ち、アレクサンドリア、ヒルトップ、オーシャンサイドからなる共同体は、ささやく者の境界線を、守り平穏に過ごす。ニーガンは、牢の外での行動を許されている。キャロルは、旅から戻る。エゼキエルは、癌にかかるが秘密にする。人工衛星が墜落して、 山火事が起き、人々は、境界線を越えて消火する。囁く者の,の密かな作戦により、ウォーカーの波がアレクサンドリアに何度も押し寄せ、ヒルトップでは、大木が倒れて、納屋を潰す。アルファは、関与を否定し、境界線を越えた罰として、共同体の領域を狭める。共同体の人々は、囁く者への反感を募らせて、リディアに暴力を働き、 彼女を守ろうとした、ニーガンはマーゴを殺してしまい、密かにキャロルに助けられて脱走し、囁く者に偽装加入する。囁く者の,のスパイのダンテが医師として、アレクサンドリアに潜入し、水を汚染して、住民を病気にし、正体に気づかれたセリクを考察するも、ゲイブリエルに殺される。ミショーンは離島の海軍基地から来たというバージルに、武器があると騙されて、 島に同行する。島で、リックが生きている証拠を見つけ、本土に戻り探索に出かける。アルファはリディアを殺したと嘘をついて、ささやく者の支配を固めていたが、キャロルは生存するリディアを見せて、嘘を暴こうとし、傷ついたリディアは逃げる。リディアを見たガンマは、アレクサンドリアにいる老いに会うことと交換に、ささやく者の情報を教える。ニーガンは、 ガンマの裏切りをアルファに伝える。囁く者は、ウォーカーの大軍を引き、道を封鎖して、ヒルトップを襲う。ヒルトップは焼け落ちて住民はチリジリになる。ジュディスは噛まれたアールを始末する。ベータは裏切ったガンマを殺す。ニーガンはリディアを餌に、アルファを誘い出して殺し、首をキャロルに渡す。ユージーンは、エゼキエル、ユミコと共に、 無線で知り合ったステファニーに会いに行き、途中で陽気な生存者のプリンセスを一向に加え、約束の場所に着くが白い重装備の人間たちに、拉致されて個別に監禁され尋問される。データと、囁く者は、ウォーカーの大軍を率いて、アレクサンドリアを襲う。住民はあらかじめ脱出し彼らを、オーシャンサイドに導こうとするが見破られ、隠れた病院を包囲される。ダリルたちは、 包囲をすり抜けて、馬車を取りに行き、音楽を再生して、大群を崖に導き落とす。ミーガンとダリルはベータを殺す。一人で病院に残ったゲイブリエルは、ささやく者に殺される寸前で、戻ってきたマギーとオ釜ガマの男に助けられる。マギーは収穫者に仲間を殺され、ミーガンへの恨みを抱えながらも、息子のハーシェルや生き残った仲間イライジャ。 コールと共に壁を補修中のアレキサンドリアに戻り、合流する。ニーガンは一時追放されるもアレキサンドリアに戻る。文明崩壊から12年が経過している。2010年1月20日、AMC は、フランク・ダラボン及びゲール・アンハード制作総式、ダラボン監督、脚本により、ザ・ウォーキング・デッドのパイロット版を制作すると、発表した。2010年1月、 パイロットエピソードの脚本のレビューが公開された。AMC がシーズン一前6話の制作を決定した後、パイロット版の撮影が2010年5月15日より、ジョージア州アトランタで始まった。シリーズの残りエピソードは2010年6月2日に撮影が始まり、ダラボンはショーランナーを務めた。2010年8月31日、 ダラボンは2011年2月に制作が開始される予定のウォーキングデッドシーズン2の準備をしていると明かした。2010年11月8日、AMC はシーズン2は全13話になると発表した。また、彼はカーアークマンの原作のボリューム2にある環境要素のいくつかを入れたがっていた。2011年10月25日、AMC は シーズン3の発注を発表した。2012年12月21日、AMC はシーズン4の発注を発表した。2013年10月29日、AMC はシーズン5の発注を発表した。2010年7月17日、ダラボンはシーズン1の脚本家と監督の名前を明らかにした。ダラボンは最初の3話の脚本を単独。 または共同で執筆し、第1話を監督した。ミシェル・マクラーレンは、第2話を監督した。制作葬式のチャールズ・エイチ・グリーと、共同制作葬式のジャック・ロ・ジュディチェは、ダラボンと共同で、第3話の脚本を書き、グウィネス・ホーダー・ペイトンが監督した。第4話は、原作者で、制作葬式もしているロバート・カークマンが脚本を書き、ヨハン・レンクが監督した。 第5話は、グレン・マザラによって書かれ、アーネスト・ディ・カーソンによって監督された。第6話は、コンサルティングプロデューサーでもあるアダム・フィエロが脚本を書き、ガイファーランドが監督した。2010年12月1日、ダラボンが、制作葬式のチャールズ・ H ・イグリーを含む、脚本スタッフ全員を首にして、シーズン2では、 フリーランスの脚本家を使用する計画であるとデッドライン c o m が報じた。2010年12月3日、制作葬式のゲール・アンハードはエンターテイメント・ウィークリー氏のインタビューにて、その報道は不正確であると語った。それによると、シーズンには2011年10月開始を予定しており、それまでに本シリーズの脚本家が手掛けた別の脚本が パイロット版として使われた場合、本シリーズを降板して、他のプロジェクトを優先しても良いというものであった。また彼女は、主要キャストたちは、数シーズン分に及ぶ出演契約を済ませていることを、認めた。初回は、デビッド・タッター・サル、その他は、デビッド・ボイドが、撮影監督を務めた。プロダクションデザインは、グレッグ・メルトンとアレックス・ハードが行った。 特殊効果チームには、ベテランの特殊、メイクデザイナーのグレゴリー・ニコテロ、特殊効果コーディネーターのダレル・プリチェット、視覚効果スーパーバイザーのサム・ニコルソンと、ジェイソン・スパーリングが参加した。近年の映画やテレビドラマでは、CG 加工、CG 合成が珍しくないが、本作ではほぼ全編において、CG が多用されて制作されている。大敗した街並みや、 大破した車両、飛び回るハエ、銃弾や衝炎などに至るまで 3DCG により制作された成功なモデルを実際に撮影したフィルムに合成することで制作コストの削減を実現している。例えばシーズン1ラストにある CDC 施設ビルの爆破シーンでは街並みをフィルム撮影したものに CDC ビルを含めた爆発や破片などを 全て 3DCG で制作したものを合成している。また、シーズン1で戦車にウォーカーが群がるシーンを上空から見下ろすシーンなどは、全てを完全に 3DCG で制作したものが使用されている。大量のウォーカーたちが徘徊するシーンなどは、3DCG 制作されたウォーカーを制作して合成しているが、演技が必要なシーンについては、 特殊メイクをした俳優がウォーカーを演じている。ウォーカーをナイフで頭部や腕などを切断したり串刺しにするシーンや下半身のないウォーカー、血しぶきなども CG によりブルーバック合成することで実現している。これらについては注釈のリンク先の動画やこちらの外部リンクを参照のこと。初回は120カ国で同州に一斉公開された。 放送前のプロモーションの一環として、AMC と FOX International Channels は2010年10月26日に、世界26大都市で、ゾンビメイクのエキストラが登場するイベントを行い、台北と香港から始まり、24時間後に、ロサンゼルスで終わった。2010年のコミコンインターナショナルのすぐ後、番組の公式ウェブサイトにて、 原作コミック第1号に基づいたモーションコミックが公開されフィルラマールが声の出演を務めた。また、サイトは主として第1話に関するメイキングドキュメンタリー、多くの他の舞台裏のビデオやインタビューを公開した。ドキュメンタリーではコミックの作者で番組の制作葬式のロバート・カークマンと作画のチャーリー・アドラードが出演俳優と 原作コミックのキャラクターの類似点を挙げ、どれだけ忠実で自分たちが満足しているかを語った。リック・グライムスやダリル・ディクソンなどのアクションフィギュアが2011年11月に発売された。マクファーレント・イズによるこのフィギュアはシリーズの俳優に似せて設計されている。原作コミックのキャラクターに似せたフィギュアはそれに先行して同年9月に発売された。 この作品は、ロバート・カークマン、ドニー・ムーア、チャーリー・アドラードによる、グラフィック・ノベルシリーズ、ザ・ウォーキング・デッドを原作として制作されているが、原作コミックスとは、登場人物や物語の展開が違っている。物語の大筋は、ある程度同じだが、リックが、アトランタで、グレンと出会い助けられるあたりからだんだんと、細かな部分が違ってくる。 上記の理由からドラマと原作とでは大幅な違いがあるためパラレルワールドのような関係になっている。なお、アスカ新社から原作の日本語訳版が発売されている。シーズン1はメトクリティックで25のレビューで平均点は100点満点中82点となった。ウォールストリートジャーナルのナンシー・デウルフ・スミスはパイロット版は 私のようなゾンビ嫌いの人間でさえ引きつけられるほど素晴らしいと述べ、リアルで映画的な番組であると評した。パイロット版は530万人の視聴者を獲得し、AMC テレビシリーズの史上を最も見られた初回エピソードとなった。シーズン1の最終回はシリーズ最高となる600万人の視聴者を獲得した。ウォーキングデッドは2010年度の 全米脚本家組合賞で新シリーズ賞にノミネートされた。第68回ゴールデングローブ賞ではテレビシリーズ賞にノミネートされた。2010年のアメリカ映画協会賞では同年のテレビ番組トップ10に入った。2011年のサターン賞ではテレビ番組賞、テレビ男優賞、テレビ女優賞、テレビ女,レビ女演男優賞、テレビ女演女優賞。 テレビゲスト俳優賞の6部門でノミネートされた。テレビ批評家協会賞ではドラマシリーズ賞にノミネートされた。2015年8月23日より前日単にあたるスピンオフ,フィアー、Fear the Walking Dead 1前6話の放送を開始した。本編からのキャラクター移動もあり、2021年からはシーズン7が放送予されている。 リック・グライムスのその後描く三部作の映画が制作予定であり、脚本はスコット・ M ・ギンプルが担当する。公開日時は未定である。2020年に0話の新たなスピンオフ、ウォーキング・デッド・ワールド・ビヨンドが放送予定であると発表された。シリーズはスコット・ M ・ギンプルとマット・ネグレットにより制作され、文明崩壊後に育った二人の若い女性を主人公とする。 にシーズンだけの制作にとどまる予定である。シーズン1は2020年10月1日より配信サービス AMC で配信され、同年10月2日よりは日本を含む一部地域で Amazon プライムビデオにより配信され、同年10月4日より AMC で放送されている。シーズン2は2021年10月2日より AMC で配信され、同年10月3日より amazon プライムビデオで配信されている。2023年にダリルとキャロルを中心としたスピンオフシリーズが放送予定であると2020年9月に発表された。2020年9月アンソロジーシリーズの制作予定が発表された。2022年に6エピソードで放送を配信予定である。AMC フォックスかどかは他。ありがとうございます。